こんにちは、マサです。今日は100均を歩きます。100均とは100円均一ショップの略です。ほとんどの商品が100円で買えます。正確には100円と消費税なので110円です。200円から500円のものも売っています。家で必要なものがあればここに来ましょう。ただ、服は売っていません。100円ですが、商品は質がいいです。安くて質がいいので日本人に人気です。日本人で使ったことがない人はいないと思います。日本以外にも店があります。海外は料金が100円ではないかもしれません。いろんな商品がありますね。右にグラスが置いています。もし地震があると倒れて割れそうです。タンブラーやマグカップもありますね。左には食品や調味料を入れるケースが置かれています。ここにはキッチン用品が並べられています。日本に住むときは100均に来ましょう。なんとフライパンも売っています。ただフライパンは330円から550円です。ここは毛糸や裁縫道具が置かれています。何色もありますね。道具もいっぱいあります。子供の遊び道具もあります。おもちゃのバットまであります。右には花の飾り物がありますね。玄関やリビングに飾るときっと可愛いです。面白いものがあります。これはハンディファンです。これは電池ではなく手で回すタイプの商品です。小さいクマが乗っていて可愛いです。これも110円で買えます。これはミッキーのデザインですね。これは220円です。200円と書いていますが、右に税抜きと書かれています。税金が10%なので、この商品は220円です。ここにはスマホの充電器やケースがあります。日本ではスマートフォンをスマホと言います。旅行でスマホの充電器をなくしたときはここで買うことができます。左のコンセントに挿す方は330円です。右は110円です。筆記用具があります。ペン、鉛筆、シャーペン、消しゴムのことを筆記用具と言います。筆記用具をお持ちくださいとよく見ます。お持ちくださいは持ってきてくださいという意味です。それではレジに行きます。レジは会計を済ませる場所です。レジと言います。レジスターの略です。飲み物、アイス、菓子パン、スナック菓子も売っています。ここからは店員が言っていることも聞いてみましょう。ありがとうございます。お預かりいたします。あ、すみません。ここで私は五千円札を出します。ちなみに
札のデザインは2024年に変わります。体験失礼いたします。880円でございます。5000円お預かりいたします。はい、4120円でございます。4000円ご確認ください、はい、1,2,3,4,000円のお返しと、はい、はい、どうも。あ、大丈夫です。はい、ありがとうございます。8つの商品を買ったので880円でした。クーポンをくれましたが、私は必要ではなかったので断りました。袋は有料です。5円くらいかかります。店員が袋はどうなさいますかと聞いてくれると思いますが、今回のように聞かれない時もあります。袋が欲しい時は袋をくださいと言いましょう。私はリュックを持っていたのでリュックに商品を入れました。そのうちまたレジの動画を撮りますね。また次の動画で会いましょう。